新年明けましておめでとうございます。おめでとうございます。明けおめです。明けおめ、ハトヨロです。まだ新年の挨拶できてなかったので、今これは歩いて佐賀県に向かってるということで、ちょっとね新年散歩しながら帰ろうかなと。そうですね、2021年明けましたね。西明けましたね。正月はどう過ごしたんですか。本当でも1日だけお休みでしたね。あの1月2日が我々お休みだったじゃないですか、はい、お仕事、はいはい、2日はね本当14時間ぐらい寝て、初夢見ました。初夢がね、はい、何だったかな、シーキと二人でお風呂、はい、お風呂入ってる夢だったかな。あ、気持ち悪いね、ごめんごめん。なんだ、それはボケ YouTube 内に出てくるそのキモボケ、なんだっけな、なんかね見たの、でも覚えてんの、はい、でも思い出せないの。あ、さすが、そういうとこだよね、私の悪いとこ、ね、まあまあいいんじゃないですか。シーキを初夢何見た。今年はもういいや、気分悪い悪い。何見た。シーキは今年初夢何見ました。僕まだ見てないかな。いいよそういうおべんちゃらは。おべんちゃらじゃなくてまだ見てない。どんな夢がいい。いやそれ明るい夢見たいですよ、せっかくですから。あの1たか2たか3なすび見たいです。1たか2たか3なすびあるじゃんっていうの。1なす2たか3なすび。なす4個あるわ。じゃあ今まあね、なす好きじゃん、麻婆豆腐にしてなす4つ出てきたら面白い。なんか抱負でも言っときます、せっかくですから。おっぱい大きくなりますように。気持ち悪いよ。あ、悪い悪いじゃんか。どう思われたいのチャンネルに。まあ YouTube もね1万人目指す。1万人まあとりあえずね年内に行く。あと3000人切ってますからね、うん、やっぱ更新頻度が上げるとやっぱ見てくれる方が多いですか、ね、正月太りはどうです。あ、なんかマイナス8キロぐらい減って。あ、結構痩せました。はい、でも今コートでわかんないけど、なんか今日衣装見たらすごい太ってます。でもね、びっくりしてんだけど、私昨日とか一昨日家でお餅何個食べたと思う。1日で2つ3つ、うん、なんか正解。仕上がってんね。仕上がってるでしょ。お正月だからかな、あんまポケが思い。あ、そうだ、お正月ギャグせっかくだから見てる方にプレゼントすれば。じゃあお正月ギャグいきます。最初はみかん、上に乗っけて人間鏡餅、我の勝ち。いいじゃないですか。はい、今ちょっとちょうど滑り駅伝やってて。滑り駅伝ダントツトップ。はい、シーキもお正月ギャグやって。でもシーキってこういうのほんとパッて思いつくの早いからな。お願いします、お正月ギャグ。今年は何年ですか。そう、牛年ですね。あ、ごめんなさい、もう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 モールス信号で泣いちゃいました。よぎりよ。さあ滑り駅伝ワンツーフィニッシュです。ワンツーフィニッシュでした、滑り駅伝、気持ちいいですね。逆になんか意味わかった、モールス信号って。モールス信号って音発しないよね。うん、モールス信号って何、あの約束のネバーランドに出てきてたやつ。じゃあもう一回。もういいや。お願い、お願い。2021年お正月ギャグ。牛さん牛さん、うん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 、キツネさん。ワンダーワンダー朝専用缶コーヒーワンダー。どうだった2発目の。すごい面白かった。宇治さん宇治さん、キツネさん、キツネさんで続きあるのかなと思ったら、なんかない顔してたから、もう来年2022年。オッケーオッケー、続きは2022年。2円、続きは2022円。さあ、耳餃子いろいろやりましたけど、西谷さんね、今年もまあ視聴者の方ファンの皆様にお世話になりますからね。はい、皆様、はい、何卒今年もよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。2021年世間知らずをどうぞおひいきに。またの名をよろしくね。しとこーどこい。
バイバーイ。あんたのたまがちやぜ。いつもありがとう。